はり3人とも全然違うキャラクター個性が違いますよね。やっぱりオスカルはもともとやっぱり女性でありながら、でもマサリにこう自分のこうしたいっていう印象のために意志がすごく強い、うん、やっぱり女性がすごく憧れる、うん、素敵な潔くてすごく素敵な、でもそんな女性がだんだんこう愛に気づいていくっていう素晴らしいところがありますし、アンドレはやはり身分違いの恋にでもこう嗅ぎながらオスカルを守りたいっていうすごく温かさと、温かさがあるのと、その身分違いであることのこう苦悩がすごく、うん、そこが素敵ですし、やっていてオスカルはちょっと気ぜわしい、なんか自分が一番正確に演じていて好きだったのはアンドレ、でもやはりこうフェルデンはとても難しい分演じがいがありますし、またこうやって挑戦させていただけることを幸せに思っています。月組は割とねほんわかして春みたいな、うん、花組は夏みたいな感じがします。割と感情愛情表現が花組の方が豊かです、うん、なんか月組は、うんうんはい、いい意味真面目落ち着いている雰囲気がどちらかというとあって、でもすごくでもお互いにとても信頼関係は深くて、はい、こうみんな真面目にお仕事を一人一人がこう舞台人として尊重し合って頑張っている感じですね。